今日閣議ございましたが、特に皆様方にご報告することはございません。従いまして、ご質問あればお受けしたいと思います。では幹事社から2問をいただきます。はい、本日通常議会が開催し、消費増税や社会保障の日程改革、はい、総選挙で一票の格差についてとか、EPS 削減、国家公務員給与削減など重要な法案を判決しています。閣僚の一員としてということは、はい、今、おっしゃられました、今日から、国会が、始まるわけであります。まず冒頭には4次補正とこういうことで、約2兆6000億ぐらいの、被災者の皆さん方の対応、特に二重ローンを含めての復興に向けての部分を合わせて2兆6000億円今日のぐらいの、4次補正から、始まっていくわけであります。私どもといたしましては、この通常会における予算、野党の皆さんの、ご協力を得て、何としても、この問題については、早期に、予算成立を、お願いをしたいと、こういうふうに考えているところであります。中でも国民の皆さんの思いの部分につきまして言いますと、やっぱり徹底した見直しをする、政治家自ら身を切っていく等々を含めてのかなり切り込んだ部分を成立をさせなければならない、こういうところでありますし、特に震災復興の部分につきましても早く予算を成立をさせていただく中で執行していくために、政府の一員として、努力していただきいきたいと思っておりますし、お願いを国会の場でのご審議促進を、お願いをしたいと、こういうふうに思います。もう一点、野田内閣がですね、はい、原子力安全改革法案で、はい、原発の運転期間を原則40年に制限する方針を民主党に対して説明しました。ただ20年延長するできるという願いというのがあって、はい、この点は非常にどういうご議論でそういう経過になったかということは私すべて掌握いたしておりませんが、今までの考え方でいきますと、やっぱり40年とこういう基本的な考え方が踏襲されるされてきた、こういうふうに思っております。したがってあと20年という話が出てくるとするならば、どういう論点でどういう基準がカバーできたら20年できるんだということをしっかりこれ示さなければ、ただ単に20年を例外的に扱うなんていうことではなかなか、理解が得られないのではないかと私は思います。各社さんです。お願いします。日本教育新聞社です。去る一昨日ですね、宮城県石巻市立大川小学校で、はい、児童が6割亡くなったという事態が起こった学校なんですが、はいはい、遺族向けの説明会が行われました。はいはい、この場で、学校長と教育委員会側が人災である側面があるということに伝えまして、例えばですね、防災マニュアルに書いてあったことを実行していなかった、うん、あるいは現在の校長が赴任した後に辞めてしまったという事実もこの場で明らかになりました。今後文部科学省としましては、はい、この問題についてどう対応されるかお聞かせいただきたいんですが、はい、とりわけまず事実を確認することが大事だと思います。はい、関係者からの聞き取りを通常定があるかどうか含めて説明されるでしょうか。はいはい、まず第一点目のその石巻大川小学校という学校における保護者説明会の中でのお話だと思います。特にこの児童104名のうち74名がお亡くなりになったと、まあ、こういう事案に対してその中での津波に対してのやっぱり危機意識、こういうものを高めておくべきであったという、こういうまあ認識を示された、わけであります。その中の、拡大した要因という観点では、やっぱり災害対応マニュアルの
不備というこういう観点、特に津波の際の避難地域の場所の指定が、なかったと、こういうことであります。今一つはやっぱり教職員の意識の低さだ、危機意識の低さだと、こういうこと。もう一点は、過去やってこられた知識や経験でのやっぱり思い込みがあったのではないかと、こういうことを、分析されて、まあ、報告をされたと、まあ、聞いております。文科省という立場でいきますと、特に、74名も、お亡くなりになったということについては極めて、残念でありますし、遺憾であります。このような、まあ、被害を、起こらないように、私どもとしては今回の教訓を踏まえながら、各地域に具体的な取り組みが、進んでいくように、特に防災時におけるマニュアルのそういう問題点も含めて、防災教育の充実に向けて、取り組んでいきたいと、こういうふうに文科省としては、考えているところであります。特に具体的には、今回の予算を通していただくということの前提でありますけれども、有識者をやっぱり、派遣をして、そのマニュアルや、訓練の実態等々を、しっかり、チェック助言をしていく実践的な、部分をやろうということで、その取り組み体制を、作っていきたいと。実践的な防災教育のあり方は支援、こういう観点で、予算も計上させていただいているところでございますので、予算を通していただいたらそういう対応をこれから進めてまいりたいと、かように考えています。危機状態についてはいかがでしょうか。もちろん具体的にそういう状況を含めて外部の有識者を派遣をしていく、こういうことで各学校に、行きたいと思ってますので、今回の事案を持って聞き取り調査をするかどうかということも含めて、要はいいマニュアルを作らなきゃならないわけですし、マニュアル作っても本当に実践に適用できるものになるのかどうかと、こういうことですから、しっかりと子どもさんを守っていくという、こういう観点で進めてまいりたい、このように思っています。大臣、ホテルの請求をめぐりまして、日本カーリング協会の前事務局で事務局長がですね、昨日会見をしまして、どちらさんですか。産経新聞で、はい、この助成金をめぐって初めて寄付が前提で、この助成金を受け取っていたということが、明らかになりました。このことに対して大臣でこの、まあ、そういう前提であるという、そのことが本当に事実なのかどうかということは、しっかり、見極めなきゃなりませんが、もしそういうことが、あるとするならば極めて遺憾であります。私どもとしては本来のそういう仕組みでないところでそういうものが行われているということについては、関係者をしっかりと私は、指導する、こういう省庁でございますから、読んでてもその原因究明と再発防止等々を含めてやっていきたいと思っております。かどうかを見極めなければならないというお話ですが、現在文科省はこの調査についての実態調査、実態の解明をナースに指示していると思います、このナースが昨日行ったこの前事務局長への調査で、相反する側の立場である協会側と事務局長を同時に読んで同じ場所で聞き取りをしております。でこのやり方というのは大変不適切だということで、文科省の担当者も口頭で注意をしております。でナースはこの1週間前、ちょうど大臣会見が先週行われたときにもですね、文科省で、その時点での現状を報告すると言っていたにもかかわらず、報告が来なかったということで、文科省の担当者が自らナースに出向いて報告の徹底というものを求めております。このような機関が調査をしているということは文科省の指導力も問われない、問われかねない事態だと思いますが、大臣としてはどのように思いますか。要はその身内でですね、調査しとるようでは私はこういうものはね、行きませんから、やっぱりしっかりと監督官庁としてこれをやります。そうしなければまた、国民の皆さんから見た不信感を
信頼感を損なうわけですから、文科省としては責任を持って、私はこれ原因究明と再発防止ですね、このことについて取り組んでいきたいと、こういうふうに思っております。私はナース、文科省はナースへの指示で、ナースが調査するって、そこは変わらない、まあ、基本の軸はそこ、そうでないと飛び越えてですね、やるというのは組織論としてはいかがなものかと思いますが、ただそれでもできないということになるならば、別の手立ても考えなきゃいけない。要は国民の皆さんから、信頼関係を失うことの方が、私は組織運営をしていく上において、よろしくないと考えますから、再発防止を含めた対応していくためにも、しっかりと、現状の調査と分析をしなきゃいけないと、こう思っています。NHK の坂本です、はい、福島 の賠償の関係なんですけれども、はい、賠償の範囲から外れ、一部報道で賠償の範囲から外れた人に対して福島県が基金を作って、そこに国が二次補正での予備費から400億円を拠出するということがあったんですけれども、これに関する事実関係と、あとその賠償に関する大臣の認識を改めて、今報道されている部分についてはまだ、具体的に、確定をしている、こういう状況に現時点ではございません。ただ、いろんな、要因があるわけでありますが、これ私福島でも少し申し上げましたが、その県からの強い要望要請がございました。そういうことに対して、できるだけ被災者の立場で、対応できるスキムはどんなものなのかということは、政府としても、検討しなきゃならないと、こういうことで、総理自身も、現地行かれたときに、重く受け止めるという、こういうところを含めて持ち帰ってきていることですから、政府としても早く、どんなスキムがいいのか、政策的に政治的にどういうことをすれば、県民の皆さんの、気持ちに応えられるのかと、こういうことで検討している一つの部分がたまたま報道されたんであろうと思っています。現時点でそういう方向性が出ているというふうには私は、まだ現時点では思っておりません。先ほどどなたですか。他にいかがでしょうか。はい、どうもありがとうございました。